大大島康の大島のが押押しししますす今今日日はは何をしてくれるんででょうか今日はホラー映画ですいやーちょっとねこの夏はもうホラー映画ファンが歓喜してまして <laughs> 8月9月ぐらいは、まあ、ホラー映画のイメージあると思うんですけど、はい、6月から10月ぐらいにかけてずっといいホラー映画が公開され続けるっていう,<ー>うそんな何本もなんですかももう何本もというか何十本も話題の作品がもうすでに出てまして<ー>、えー、この作品は先週公開された「X」という「 映画です。 こちらおすすめポイントがえまあ3つほどありまして、1つがですね A24 スタジオというえ新進気鋭の制作会社がえ作った映画です。これ、アカデミー賞作品賞を取ったムーンライトとか、カルト宗教を描いたホラーのミッドサマーとか、そういう話題作、と尖っていてフレッシュで、でも過去の名作に対する目くばせとかもえ豊富に入ってるっていうのが割と作風かなと思っていて、映画ファンに多く支持されている A24 スタジオの最新作、え。ー そして2つ目のおすすめポイントが、えー、スティーブン・キングが大絶賛しているということですね<ー>、えー、ただ、これ、おおっておっしゃってますけどあのスティーブン・キング結構大絶賛するっていうあるあるありましてあの若いいい監督が出てきて <laughs> ホラー映画撮ったときには、えーま「シャイニング」とか、ね「キャリー」とか「イット」とかの、えー、原作者スティーブン・キングですね、えー、結構褒めてあげるっていうところがあるんですけどその中でも、えー、最大級の賛辞を送っているのがこの X ですね、えー、そして3つ目のおすすめポイントが、えー、史上最高齢の殺人 人が登場すするとということですね最高齢,最高齢多分100歳ぐらいなんじゃないかなっていうおじいちゃんとおばあちゃんがですね殺人鬼をやりますね<ー>でストーリーとしては1979年のテキサスにですね6人の男女がポルノ映画の撮影に訪れるというところから始まりますでとある農場の小屋みたいなところを借りて そこで撮影するんですけどその持ち主の老夫婦にはですねそれを伝えずに撮影しちゃうんですね<ー>悪いんですね悪いでこの辺はあの「悪魔の生贄にえ」というホラーの大名作にすごくそっくりに描かれていくんですけれどもそのおばあちゃんがですねその濡れ場シーンの撮影をですね覗いて発見してしまうんですね、うん、で何してんだってなるじゃないですか普通は。うん お出てけみたいになると思いきやちょっとね見てこうじっとりとね見て、うん、ちょっとムラムラしてしまうんですねうん、うん、でその夜おじいさんをこう今晩どうみたいな感じで誘うんですが、うん、おじいさんはねいやわしゃ心臓が悪くて、まあ、相手したいのはやまやまなんじゃがちょっと無理なんじゃというすごく悲しい断り方をしまして、うん、でおばあちゃんちょっとうわーってなっちゃって、はい、その若者たちをこう殺す方にその欲を消化してしまうという、ね。<laughs> <laughs> すごな <laughs> 奇妙な話なんですよ。でこれはまあその見たことないホラーだよっていうフレッシュさもあるんですが、まあ、死体とか幽霊とかって怖いじゃないですかゾンビとかってそれなんで怖いかっていうと、はい、僕らがまあ死が怖いからですよね、うん、死が怖くてその死というものを突きつけられる存在が怖かったんですけど、えー、これ死は死体はまあ出てこないというか、まあ、いっぱい殺されはするんですけどそのおばあちゃん自体は死んでないじゃないですか。 おばあちゃんは生きてるんですけど老いてるものっていうものもまた僕たちは老いが怖いから怖いよねっていうことで老いに関するホラーっていうジャンルの作品ですね。で今回は、まあ、いわゆるその性欲という、えー、欲望。 こういったことって僕らの生活の中でもよくあるなと思っていて例えば、えー、脂っこいものとかラーメンとか目では食べたいんだけど口で食べてみたらあんま食べれなかったなっていう老 <laughs> いとか、まあ、僕で言うと映画大好きで、えー、高校生の時とかは1日3本とかねはしごして見てましたけど最近は1本だけでもちょっと腰痛くなってきちゃうなみたいなこととかやりたいことと肉体の若さっていうものが比例しない ことのの恐怖って日常の中にもすすすごくたくたさんありますよねね、うん、確かにそれホラーで,ようでなぜスティーブン・キングがそれを褒めてるかっていうと、はい、この人は子供が痛い目に遭ってしまうとか子供が死んでしまうとかそういう,こうお子さんを持ってる親御さんの気持ちのホラーとかそういうのを得意にしていて、うん、日常にあるちっちゃい恐怖を拡大して大きな作品にすることの名手がスティーブン・キングさんなんですけど、うん、この「X」という作品もね本当にそういう部分があって、うん、僕らはまだまだそのー。 全身がこう置いてるわけではないけれどもやっぱり端々に高校生の時よりはできなくなってることいっぱいあるよねとかね、えー、まあ小学生の時の方がもっと元気に怪我しても飛び回ってね、うん、鬼ごっことかできてたけど今鬼ごっこをやれって言われたら辛いよねみたいなこととかもすごく考える作品です。ホラーの捉え方もなんかいろいろあるんだなって思うん、ねね、ただわってびっくりさせるんじゃなくて、うん、なんか怖いななんで怖いのかって考えると僕らが普段考えてる怖さと同じだからだ。 っていうのがホラーの名作だと僕は思っていて、この作品はあの悪趣味なところもすごくたくさんあるんですけど、そういうねいい部分があるなと僕は思ってます。もともとその住んでいる老夫婦がすごく様子がおかしくってとかじゃなくって、はい、そういうなんか人間のままならなさみたいなところからこう。はいうん なん,ていうんですかねボタンがかけ違えていっちゃって悲劇に向かっていくみたいなそそうう、ね、ういう仕立てなんでですすかねそうですねちょっとこのおばあちゃんは恋愛依存っぽいところが若いときにあったっぽいところもあって、うん、あおじいちゃんに「私は特別だってお前は特別だって言って」みたいな,なその店員の、ね、恋愛依存の子みたいにおばあちゃんがなっちゃってるところとかも怖いんだけど悲しくてねでもわかりますもんね。あるるちはねわ、うん、かるんですよ、うんその 殺す側の気持ちも分かっちゃうというところも含めて非常に怖く上質なホラーですので、うん、え苦手じゃない方はぜひご覧ください今年はねホラーが豊作ということでいっぱいありますので、はい、この後もどんどん紹介していきますので <laughs> 今日はホラー映画 X を押してもらいました大島康沖の大島が押しますこのコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR おいでよクリエイティブの YouTube チャンネルをチェックしてください